ここは海。ちょっと一体これはどういうこと？どうして私は海を漂っているんだろう？サメ、どうしよう、このままじゃ食べられて。うわぁ、どうしよう。レイム、これでも食らいなさい。サメが逃げてった。フカヒレゲットならずか。レイム、これは一体どういうことなの？ちょっとどういうことって、これが日常じゃないの。はぁ。おい、お前らー。あ、マリサが来たわ。さあ、今日も資材をガッポガッポ引き上げるぞ。資材をガッポガッポ。一体どうなってるんだー。まったくうぷ主どうしちゃったのよ。ここではイカダ生活が当たり前だろうが。そうなの。まったく正月ボケもいいところよ。仕方ねえ、イカダ生活の極意を叩き直してやるか。よろしくお願いします。なんか鍵爪みたいなの持っているけど。これはここの生活ではなくてはならない超重要道具。これで流れてくる資材を引っ掛けて引き寄せるのよ。サメも引っ掛けることできるの？サメはできねえ。だがあいつらは時々イカダを食いに来るんだ。イカダを食べに。気づいたら足場がないなんてこともあるから、サメには常に注意を払っていた方がいいわよ。ひぃ、ここのサメは恐ろしいね。あ、樽が流れてくるじゃねえか。あ、ほんとだ。樽の中にはいろいろな資材が入っているから、見つけたら積極的に引っ掛けた方がいいぜ。いつも樽の中に黄金が入ってないかって期待するんだけど、それが全く入っていないのよねー。そもそも黄金が浮くわけねえだろ。鉄とか板とか葉っぱをゲットしたよ。ゲットした資材からクラフトしていろいろなものを作るんだぜ。ねえ、別にイカダで生活する必要なくない？サメだってイカダを食べに来るだけで人を狙っているとは限らないし。いや、そうだとしてもイカダから降りるのは怖えだろ。そういやイカダから降りて泳いだこと一度もなかったわね。だったらちょっと泳いで無人島がないか探しに行こうよ。このイカダ止まったまんまだしな。それじゃあ出発。よっしゃー、泳ぐぞ。あ、フカヒレちゃんだ。おい、フカヒレー。なんかこっちに向かってきてねえか。うまそうな餌だ。ちょ、完璧食おうとしてんじゃねえか。うわぁ、ダメだった。あのサメ覚えてなさい。もう絶対イカダからは降りないぞ。それじゃあゲットした資材で道具をクラフトするか。さあ何を作ろうかな。床がいつの間に欠けてる。よそ見しているうちにサメの野郎に食われたんだな。あのサメ床を美味しく食べやがってー。うまうま。むきー。あいつ絶対食ってやるわ、今に見てなさい。サメより怖えー。道具作りに必ずと言っていいほど必要になるものがあるんだ。やる気否定はしねえが別のもんだ。今作ったロープ。そう、草から作るロープだ。ロープを作ることでさらにいろいろな道具が作れるようになる。今作った釣り竿とかね。あ、大変、喉が渇いているみたいだよ。飲み水を作る必要があるな。あ、汚い海水を火で炙って汚い飲み水にする装置ね。結局汚いままじゃん。まあとりあえずこの装置さえ作れば水には困らねえ。はあ、よかった。おーい。闇ちゃん。いやー、旅してたらここへ流れ着いたんだよ。おお、偶然だな。ちょっと久しぶりに私たちと一緒に作業しましょうよ。おお、いいぜ。じゃあちょっくらそっちに邪魔させてもらうぞ。なんか闇ちゃんがいると心強いね。サメとか素手でぶん殴ってくれそうだし。誰があんなことやるか。あれ、サメの姿が見えねえな。こらー、何したんじゃー。素手で。サメー。闇ちゃんすげー。へ、もう来るなよ。そろそろ腹も減ってきただろ。ここらで魚でも釣るか。釣りかー、こんな即席の釣り竿で釣れるかな。言っておくけどこの釣り竿めちゃくちゃ釣れるわよ。ほんとかなー。あ、食いついたぞ。おお、本当に釣れたよ。あ、勢いで生で食べちゃった。できれば焼いて食った方がいいぜ。焼く道具も作れるからね。ってことで早速作ってやったぜ。火種が特に必要ないのがいいね。美味しく食べてね。綺麗に食べてあげるわ。焼けるまでしばらく待つぜ。ちょっとやめなさいこのサメー。調理器具があって近づけねー。もぐもぐ。ストップ。話せー。せっかく作った調理器具と魚が。のんびりほのぼのやってられないわ。ガチで行くわよガチで。とりあえずイカダの面積を増やすために、ハンマーを作ったぜ。おお、床が修復できた。ハンマーと必要な材料があれば簡単にイカダの面積を広げられるぜ。もうこのままイカダの面積が小さいまま過ごすのかと思ったよ。調理器具も作り直したから手持ちのジャガイモでも焼くか。ジャガイモは無人島生活とかサバイバルでは結構手に入るよね。
生で食べると大変なことになるけどね。じゃがいもが焼き上がりました。こりゃ美味しいけどバターが欲しいね。残念、マーガリンなら手元にあったのに。なんでマーガリンなんか持ってんだよ。また来たわよこのサメ野郎。そんなこともあると思って槍を作っておいたんだ。くらえ。その調子だ、やれ。やったー、サメ撃退成功だよ。これでいつ来ても平気ね。サメを順調に撃退しつつ、ここまでイカダが大きくなったよ。いい感じじゃねえか。超豪華イカダハウスも夢じゃないわよ。もっと資材集めを楽にする方法とかを取り入れたらいいと思うぜ。もう何度来たら気が済むのさ。今度こそあんたのフカヒレもらうわよ。あれ、サメがおとなしくなった。ついにサメを倒したんだぜ。おいおいサメの肉ゲットしまくってるぜ。やったー、フカヒレフカヒレー、フカヒレはゲットしてねえよ。嘘。それじゃあ早速ゲットしたサメ肉を焼いてみよう。うわ切り身でけえ。こいつはなかなか食べ応えがありそうだな。って、さっきサメ倒したと思ったらまた来た。なるほど、倒してもすぐにまた出てくるんだな。でもあいつ食料になるしいいじゃねえか。そうだね、いつかはフカヒレが取れるかもよ。そうよ、その通りだわ、復活した。あ、サメ肉が美味しそうに焼けたよ。ちょっと食ってみろよ。うん、脂が乗ってて美味しいよ。私も食べたい食べたい。せっかくだしみんなで食うか。そうだな、うまいもんはみんなで食えばもっとうまくなるぜ。じゃあ焼けるまでちょっと道具でも作ろうかな。調理がより効率よくなるように調理器具をもう一つ設置して。さっきヤミちゃんが言ってた資材集めが楽になる道具、アイテムネットを作ってみたよ。これをイカダの外側にでも取り付ければ、流れてくる資材がネットに引っかかってくれるんだぜ。おお、早速引っかかってくれた。これを量産してイカダの周りに取り付ければ、さらに多くの資材が楽に手に入るわね。それじゃあお肉が焼けてるからみんなで食べよう。いただきまーす。うぷむし。むにゃむにゃ。もう食べられないよ。こいつ何の夢見てんだ。さっきからイカダがどうとかうなってたわよ。マリサの後ろにサメー。はあ、やれやれ。今日も最後まで見てくれてありがとな。みんな、用意はいいか。それじゃあ今日もやみやみじゃんけん張り切っていくぜ。最初は、グー、じゃーんけん、ポン、あっち向いてー。ほい。サメ肉結構うまかったぜ。それじゃあまた明日も勝負しような。